ジェン、ルテナントジェネラルかな、バックナー、中将だと思う、こっちもね。中城湾も、米軍はバックナーベイっていう、うん、ね、佐敷にあった住宅地、バックナービルっていうね、米軍の住宅があった村みたいなとこがあるんだけど、それもバックナーから来てる、うん、多分あのフォートバックナーもそうじゃないかなと思って。フォートバックナー、フォスターの上の方、今はもうフォスターと一緒になっているけど、なんか複雑な感じだけどね、ここなんていうのかな、お参りに来るっていうのも、でもまあね、もう日本軍もね、米軍も、終わったことというか、ね、今さらどうやっても戻せるものでもないからね、これからどうしていくかということだと思う。ここがバックナー中将の戦死跡、戦死地みたいなことになってるんですけど、これが、クラウディアス・イースリーさん、これは米国陸軍准将かな、追悼碑。こっちにも、イースリーさんのこと書かれてるね。で、ここはエドウィン・メイさん、June 5, 1945、そして、じゃあここで何人か亡くなっているってことなんですね。で、これがバックナー中将戦死の跡ということで、もうちょっと読めなくなっちゃってるけど、ビクティムズオブザバトルフォー沖縄メイです、ね、です。これはちょっと多分亡くなった人たちに向けてるのかな、4月1日からね、6月23日、4月1日っていうのは上陸した日だからね。でもまあその前に渡嘉敷とかね、あの辺にはもう上陸しているんだけど、これがサイモン・バックナーなんだね。 Killed on the spot 18 June 6月18日、まあ1週間もうならない、5日前ぐらいね、終戦の5日前ぐらいに戦死しているということか。なんかもうね、本当にさっきの平和記念公園ではね、牛島中将のね、なんか最後の大将になったらしいんだけど、中将の自決
したガマもね見て、あそこはだから23日、ここは18日という、なんかもうその沖縄戦のね物々しさだとか、あとやっぱりなんていうんだろうね、こうできればねそういう戦いは避けられなかったのかなとも思うよね。なんかもう無理やり最後までみたいな、そのためにねもう住民が巻き込まれてしまうことになっていくわけなんだけど、なんかもうちょっと手前でね終われなかったのかな、せめてね、うん、というのを感じますね。まあ糸満の前里にあるんですけど、なんだろう、なかなか普通通るような道じゃないというか、絶対気づかないよね普通に走ってるだけでは。だからもう本当ちょっと集落の中入ってくるんですけど、ぜひ足を運んでみてほしい場所ですね。はい。